分かりますよね、多分。の、あれですよ、サビじゃないですよ。また恒例のサビじゃないシリーズですね。で、歌詞が、小川慶次郎、駆け抜ける勝利と、小川慶次郎、俺たちとどこまでも。またほら、これも意味合いを含めた、恒例の歌に、レンタルの選手ですね。恒例の歌になってます。そういうことです。で、サビの前のところかな。小川慶次郎、駆け抜けろ勝利へと、小川慶次郎、俺たちとどこまでも、小川慶次郎、駆け抜けろ勝利へと、小川慶次郎、俺たちとどこまでも。微妙って人なんか歌ってみればいけるかな。多分場所とか分かりましたね。歌の歌詞だけ間違えない。小川慶次郎、駆け抜ける勝利へと、小川慶次郎、俺たちとどこまでも、駆け抜ける勝利へと、俺たちとどこまでも、広告セットで終われば多分あと名前だから大丈夫ですね。駆け抜ける勝利へと、俺たちとどこまでも、歌ってみよう。小川慶次郎、駆け抜けろ勝利へと、小川慶次郎、俺たちとどこまでも、小川慶次郎、駆け抜けろ勝利へと、小川慶次郎、俺たちとどこまでも、小川慶次郎、駆け抜けろ勝利、抜けろ勝利へとの部分が、まあすげえ高いんで、ですが、高いと本当うちの人たちちょっと声出せてないんで、ぜひキー出すよりもでかい声でいく感じで、言い方あれかもしれないけど、ちょっとごまかすぐらいの勢いで。